生体礼儀、生体礼儀、生体礼儀、生体,体礼儀は、生教会で最も主要な機密である、生体機密を含む、最も重要な方針例。生教会において、生体礼儀は、教会それ自体の真の本質であるたった一つの、共同の機密、天上と地上の神の共同体としての教会の、本質の一つの機密的現れ、ハリストスの神秘的な、体、 ハリストスの花嫁としての教会のかけがえのない機密的掲示であるとされる。それゆえ場合によっては、単に祈りの一つ、機密の一つと捉えることを否定するのみならず、最大の祈祷、最高の祈祷という表現すら、祈祷という枠組みにとどまらないのでそうした表現を、さらに超えると捉えられることから不適当であるとされることすらある。イースス、ハリストス、 イエス・キリストのギリシャ語読み自身により、機密制定の晩餐、最後の晩餐において制定されたとされる。生体機密のみならず、新品機密も生体礼儀において行われる。生体礼儀をはじめとする方針礼は、教会の聖殿であり、聖教会である限り生体礼儀の構造への恣意的な変更は認められない。生体にかかる礼拝という点では、 カトリック教会のミサ、聖交会及びプロテスタントにおける聖産式に相当するが、聖教会の生体礼儀とカトリック教会のミサとは、形式は全く異なるものであり、生体礼儀をミサと呼ぶのは誤りである。聖教会における方神例の生体礼儀のうち、広く用いられるものとしては3種類がある。他に、最古の形式として、 聖死とイヤコフの生体礼儀などが挙げられるが、これは、今日、一部の教会で稀に行われるのみである。大きく分けて、法建礼儀、啓蒙礼儀、信者の礼儀の三部構成を持つ。ただし先、備え生体礼儀は全く別の構成をしているため、以下の記述には当てはまらない。法建礼儀の成立は、やや遅く、元来は、 生体礼儀の一部ではなかったと考えられている。封建礼儀とは、生体礼儀に必要な物品を用意する礼儀である。司祭・タスク祭が災福を、乾燥するとともに、生体機密で用いられる聖・餅、聖パン、プロスフォラトブ同種が用意される。聖パンには発酵パンが用いられる。封建礼儀は、イタリ聖書で行われる。まず司祭が、オーモ門、 イコノスタシス中央の門前で入道式を行う。その後至り聖書に入り、奉検礼儀が始まる。その間に聖書でこれと並行して価が行われることが多い。特殊な方針礼が定められた日を除き、聖体礼儀前の直は第6時課まで行われる。新品が被災一人の教会では、啓蒙礼儀の前に行われているいた回帰密を自家と並び行い、 封建礼儀はその前に済ませておくことが多い。また主教義等の際は、主教着意識が、聖書で行われることがある。啓蒙礼儀とは、生体礼儀にあたって精神面を準備する礼儀である。信徒や啓蒙者、洗礼志願者への教えが主眼であり、使徒行老唱、福音行報読はここで行われる。啓蒙礼儀は、タスク際の呼びかけ、君や、 祝賛せよとそれに呼応する死祭の祝賛、父とこと、精神の国はあがめ褒めらる。今もいつも生成に、永代、回収乳類のり、アミン、アーメンのギリシ語読みによって始まる。伝統とアンティフォン等の祈祷を繰り返した後、小聖、入りが行われ、福音行、ハリストスの型取りがイタリ聖書から聖書へ持ち出される。小聖入りは、本来、福音行を聖堂に運び入れ、 信者が共に入道するものであったと考えられている。小生入りの後、その日の初放散し、聖三宿文、ポロキメンが歌われ、首都教を呼び、福音行の小読みを行う。首都教や福音行の消毒箇所は、教会歴によって定められている。ポロキメンから首都教の小読みの時に、地域によっては座ることがあるが、ロシア系等の正教会の習慣では、 啓蒙礼儀の真中も立ち続けることが普通である。他方、福音業の小読みは、タスク祭もしくは司祭が行うが、この時に起立する習慣は、どの地域の聖教会にも共通している。教会によっては、福音業の朗読の後に説教が行われる。そうでない教会では、信者の礼儀の中で説教が行われることが多い。福音業の朗読の後、十連等を行い、 啓蒙者のための祈願でありかつ退席を促す、啓蒙者の連闘へと至る。信者の礼儀では、生体機密の執行と、両清が行われる。信者の礼儀は、かつては、信徒以外出席を許されず、啓蒙者は退席した。現在の正教会では啓蒙者も参列することが、許されるが、祈祷文にはその名残がある。信者の礼儀は、 信者の連闘と呼ばれる連闘から始まる。事前の奉献礼儀で準備された聖パンが置かれたディスコスと武道酒が入れられた聖尺が奉献台からイコノスタシス北門を通って聖書に運ばれ、信者に示される。この際、少者と英民を記憶する祈りを司祭が唱える。タスク祭がいる場合は、タスク祭も一部を唱える。主教二党の場合は、主教が唱える。その後、 モ門を通って、宝座、宝座城に捧げられる。この動きを、大戦入りと呼び、イース・ハリストスの壮烈と埋葬をかたどる。この際に、ヘルビムの歌が歌われる。神境が歌われた後、アナホラが行われる。捧げられた聖パンと部同士を、司祭は記憶、アナムネーシスし、精神、精霊の降臨を願う、エピクレーシス。この際、金を打つ。 この打章は、病などのため参同できなかった者の,のために、この重大な時を告げる趣旨で行われる。この後、生信助産師、常に服もしくはその代わりの生信助産師、天主行、主の祈り、両性準備の宿分を経て、良性へと至る。新品が至り聖書で、良性をした後、聖書へ司祭が、御事から出す恩欠の入った聖尺を持ち出し、信者が、 了承する。ここで了承できるのは、聖教徒のみであり、非キリスト教徒はもちろん、他教派のキリスト教徒にも、両清子は許されていない。信者の了承後、司祭は一旦至り聖書へ戻る。信者は感謝の祈祷を行う。司祭はここで再び聖書へ出て、聖書中央でイコノスタシス大門に向かい、マスダン街の祝文を行う。その後、 被災の祝福においてその日の成人が記憶される。この後、万寿氏をもって生体礼儀の祈祷が集結する。生体礼儀の後は十字架切分を行う。またさらにその後に、信者は両聖感謝祝文を唱える。聖教会では祈祷は同時に歌であり、生体礼儀では、英体、聖歌体が歌う部分については事前に、ほぼ全文が楽譜に起こされていることが多い。 成果には、ビサンティン成果、グルジアタイ成果、ズナメニ成果、バラーム成果、ロシア成果など、時代や地域を反映した複数の様式を示す、通称がある。他の言語から成果を取り入れる際には自分たちの言語で、自然に言葉が聞こえるようにするため、言語によって、フレーズの作法が変化しオリジナルな成果とは異なる、場合が多い。それも多様性の豊かさであり。 応用に受け入れられているが、他方、オリジナルの聖果との伝統性を具体的にどのように確保するのかといった問題意識も存在する。著名な作曲家が作曲した生体礼儀の聖果としては、ボルトニャンスキー、チャイコフスキー、ニコライリムスキー・コルサコフ、ラフマニノフ、パベル・チェスノコフ、アレクサンドル・グレチャニノフなどが知られる。 音源では単一の作曲家の作品をまとめてリリースされることも多いが実際の方針例では複数の作曲家の成果や作者不詳の古い起源を持つ成果を組み合わせて使うことがほとんどである日本正教会で単旋律もしくは混成三部合唱で歌う際に通常用いられるヘルビムの歌はウクライナのグルコー出身のロシア正教会の 作曲家であるボルトニャンスキーによる三拍子のもの、日本語訳した際に四拍子風に編曲したものである、四部、合唱版も存在するがこちら歌われるのは稀。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。